Focused on breakout。 2日間のジョブみたいですね。あ、しかもラウドだね。ラウド A、 まあノーマルなんで様子を見る感じでちょっと進めてみようかなと、うん、ラウド。デンティストのおかげでホクストンは最新になった。なんかこの流れ前ありましたね。どっか忍び込んで歯医者をどうにかするみたいな話があった気がする。裁判所の壁を爆破しホクストンをさらって脱出だ。OK。 じゃあアウトにして、ナシさん、ナシさんってゴリラさんかな。飲んできたけど酔っ払った友達が最高におもろかったって言ってる。そのアイコンゴリラさんじゃないの。こんばんは。こんばんはです。こんばんは。ナシ、酔っ払った人って面白いよな。え、なんか、うわー、なに、うん、そうよね。びっくりした。あー、これ、なるほど。これでホクストン、これホクストンじゃない。あ、これホクストンだ。あ、そうだ。セーフハウス、あ、おめ、おま、トラックまで護衛しろ。トラック、あっち、ホクストン動く。おい、あ、動いた動いた。オッケー、あ、このトラック見たことあるね。これ護衛するやつだ。え、どこだこれ。なんかホクストンめちゃめちゃ軽快に走ってってるけど、やる気満々じゃないですか。うん、護衛より速いが。トラックには。え、あ、このトラック、あれ見たことあるぞ。あー、はいはいはい、あれじゃあやったのか、これ駐車場に行くやつだよね。車をどかせ、わかりました。車を移動させる。ちょっと待って、これスナイパーいない、気のせいか。いるいる、いん、スナイパーいるね。ドライバーに指示を出せ。あ、これね、はい、はい、指示出さなくても自分で考えて動いてほしい。え、でも2日のジョブなんですよね。トラックと一緒に行動した方がいいんだね。カーボン国の。トラックにタレットをつけられたい。あー、確かに。なるほど、曲がるんだ。じゃあこんだけ走行がついてるんだったら、もうバン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 車とか投げ倒して進んでくれない。うん、多分走行が重すぎてスピードが出ないんでしょう。バリケードを下げろ。マッキング中。うお、ナイス。ドライバーに指示を出せ。開いたんだ、はいはい、開いたんだから進みなさいよ。走行をさ、ボン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 って指示出してる。殴って進めやみたいな。え、前見えてない。見えてないね、多分。えい、あー、なあ、ノーマル、普通にノーマルだったらこれ特に何も考え、うん、以上だぜ。ムービー、まあ何も考えずとも、いや、そうか、うん、まあ、クリアすることに意味がある。そうね。そうですね。さっきのガレット大変だったからちょっと気軽に。そうそうそう。息抜き。うん。気軽に殺しまくりながら。殺しまくり。気軽に殺しまくりはちょっとな。ん？え、やっぱこっちですよね。このトラック邪魔なんですけど。どかさないとかな。入れて。え、どうすんの？乗り換えんの？あ、なんかドリル、あ、ドリルだね。運転席のためにわざわざドリル開けてアップグレードします。お願いします。
ね、カーゴ。パレットでお茶を飲みます。まあまあ隠れていればそのうち呼ばれるだろうという安易な考えシールドがあと25秒。うん、壊れた。ガチャンガチャン。修理中。上からも来るんだ。あ、上に上から来てんだね。開いた。あ、移動させる。OK。うん、合図だ。3分かな。やっぱ遠いと当たんないね。ドンドンドンムービートラックを撃たせるなって言ってるな。耐久とかあるってこと？へえ。あ、いいんじゃない。だけガチガチに固めてて耐久だなんて十分あるでしょう。おお。トラックに押されてた今。動かなくて済むの？動かなくて済むよ。壊れてる。これ楽でいいわ。うん、トラックにね、押されるよ。私も荷台に乗りたい。止まったじゃないですか。動け。前でちょろちょろしてるから止まったんじゃないでしょうね。いや、違うじゃない。いや、違うと思う。停止ポイントはと思う。で、このまんまあれじゃない、この中なんか入るんだよね。うん、パーキング、デイリーレイプ、1時間4ドル1時間500円ちょいぐらい。600円、600円ぐらい。チケット入手。はいはい。開いたよ。ここで何かやったな、そういえば。何やったっけ。なんかやったね。これなんか避けなきゃいけない。ああ、バリアを、うん、ああ確かにこれだ。部屋が入るんだっけな。うん、これか。ない。ピッキング中。はい。多分部屋いくつかあるんですよね。当たり外れが。ああ、ボールとか。うん。痛い。当たりです。コンピューターをハッキングして。うん。しばらくかかるってことね、これ。30秒。なんか部屋あったら開けてみたさ。うん。こうでも守らなきゃ。後ろから撃たれてますけどね。トゲが刺さるぐらいの痛みだから。30秒だから、まあそんなにがっつり守らなくても大丈夫だと思いますけど。何もなかった。配線があった。うん。あと5秒。ボタンを押してポールを下げて。振り下げた。おわい。ドライバーに指示を出せ。見えてないんかい。
見えてない多分めっちゃ四角になってる。これかほらどんどんどん。こっち来んの？ああ、どっから出んの？あ、これね。ゲット。え、装甲剥がす？装甲剥がす。はいはいはい。はいはいはい。何のためにつけたの？え、何のために外すの？わからん。上がついたまんまだした。はい、チケット使います。はいはい。え、終わり？終わり？はい、よくわからん流れだったな。うん、なんで走行外したんだ。はい、次2日目。うん、ふん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 。FBI の母体を叩く、うん、どういうこっちゃ。ガレポンチなんてなんかすごい久しぶりに聞いた気がする。ガレポンチ、まあ、10年前のゲームですので。10年前はイカレポンチって言われてたの？いや、もう大流行されてたの。大流行の言葉だったんでしょう。そうだったんだ。え、車、あ、車で乗りつけたわけ FBI に、はい、逃げやいいのに。なになに、全部殺していい人だよね多分。そう、まあ、FBI 職員ですね。殺していいか悪いかはまあいろいろ善悪の基準というのがあるでしょうけど。いいと思う。極悪人じゃん。散々我々を苦しませてきたやつら。中央サーバールームへ行け。あ、これってさっき来てた部屋じゃないか。サーバールームこんなんでいいの？あんまりサーバーっぽくないけど。ホクストンを援護しろだって。ホクストンどこ行ったの？ホクストンは？あ、今来た。あ、いるじゃん。ほったらかしてきちゃった。お、なんかやってんぞ。なんかやってんぞ。あ、なに開けんのそこ。あ、お、開いたぞ。あ、サーバーやってる間守れみたいなやつなんてない。なるほど、入れない。我々入れないか。なん、自分だけ入ってんの、安全なとこに。なんだこいつ。え、閉めたじゃん、しかも。自分だけなんかね、裏切りか。えぐい位置にセントリー置いてる。これはもう鉄壁すぎる。鉄壁でしょ。うん、魔王さんこんばんは、いらっしゃいませ。こんばんはです。こんばんはです。鉄壁すぎ。これはひどい。あまりにも。あまりにも。真正面に額の山ができてるわ。カードキー。カードキーどっかに落ちてたりしましたかね。ああ、ちょっと探してみます。あったよ。あった。あ、はい、ナイス。なんか戻ったところにカードキーが使える場所とかあったんですよね。どこだったかな。長押しで閉める。あ、そういうやつ？ああ、なるほどね。カードキーが必要だ。カードキー消耗品？多いね。え、いっぱいあるってこと？じゃあ。もしかしたらいっぱいある。うん、カードキー消耗品、それか1回切り、うん、1箇所だけ閉められる。おわおかな。うん、
ないもんね、他にカード。うん、なさそうだね。で、あんま意味のないところ閉めちゃった。おお、キノさん。あ、いた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 。サーバーがクソアンコされている。キーが向こうにある。セキュリティオフィスまで行ってこいと。ほな、行きますか。多分戻ってくるんでしょうね。うん。おうおう。スナイパーダウン、大丈夫です。あ、カードキーだ。もしくはドリル。ここで必要だったんか、カードキー。なるほど、ね。じゃあドリル置くよ。はい。これ何の部屋だ。C4 があったら開けれたけど、ないよね。あれでもできるよ。EMP、ラウドで EMP は持ってこないな。 C4 もないね。うん、あ、カードキーあるじゃん、そこに。水飲むのだ。よいしょ。 OK、 カードキーゲットした。はいはい、 OK、 OK。 使えんのかな。ドリル置いちゃったけど。 OK、 使った。あ、ナイス。暗号書きをダウンロードしろ。ホクストン大丈夫なの？18秒。はい。あー、ガス。ガス。うん。スモーク。いけない。で、守る必要あるのかな？ガスってそういうこと？うん。なんでガスが出てきてるの？なんかね、投げてきた。投げ物か。あん。めっちゃ普通にここ隠れてるだけ。ダウトの時は C4 あっても楽しいかも。思った。トラも C4 あってもいいなって思った。うん。小声で C4 あっても。あれ、電気落とされてる。なんで小声で言ったの？いやいや。よいしょ。押しで再起動。わー、めっちゃ撃たれた。あと4秒。うまい。ゼロ。怖い。はい、ハードドライブ入手。ほんほん。はい。時代を感じるな。ハムハムさんもついに戦闘って。よいしょ。どけどけどけ。こっちか。はいはいはい。ハードドライブ置きます。はい、うん、守れだ。なんかやってるな。残り時間90秒ちょい。はい、ジンノさん、お水飲むのだが来てるよ。水飲むのだはさっき飲んだのだ。これモニターがさ、あと2つあるってことはさ、うん、え、あと2回ぐらいこの。あー、確かに。あー、ほんとだ、1個完了してる。あー、うん、ほんとだね、あと2回ありそうだ。なるほど。じゃあ裏口待機しとこうか。そう、なんか階段とかもあったんだよね、上の階へ行くやつ。うんうんうん。でもなんかそっちはさすがに脱出経路じゃない？そ、そうかな、カードキーだった。うんうんうん。あー、カードキーじゃどっかにないかな。カードキー探しの旅に出るか。行ってらっしゃい。まあ、ノーマルでやられることはないでしょうけれど。うん。チクチクされる。
るところにパーズキーが。え、そんなに？ユウク、お前顔怖いな。これもカードキーが必要。うん、そうそうそう。スナイパーの周りにはカードキーを。うん。ないね。なに、終わった？お。ん？資料室に入れ。供述書を奪ってこいみたいな感じ。どっちだどっちだ。なんか下です。おほう。ピッキングナウ。あいよ。カードキーあった。ピッキングクソ遅い。うん。まあどうぞごゆっくり。うん。こっちも水分補給しとくってハムハムさんが。ほらもう飲むか。今日コーラなんだよな、手元にあるの。あ、カードキーもしくはドリル。米倉さんがカードキー持ってるから開けてもらった方が、うん、そうですね。じゃあ私もちょっと一回探。あー、なんかたくさんいる。事件記録ファイルを探すね。はい、ファイルを探す。またなんか運が試されるやつだ。ん？これ大体最後のやつになるんじゃない？そうなの。というわけでもない。あ、見っけた見っけた。早いじゃないですか。うん、はい、カードキーっていつもの形ですか？うん、いつもの赤と青の。うん、見かけたことないな。はい、ファイル OK。 うん、また守れなんで戻るか、うん。Follow me. コーラ飲んだのだ。そういえば今日チョコモナカジャンボ食べたわ。いいね。うん。これから寒くなってアイスの売り上げが逆に上がるんですよね。そうそう、冬の方が売れるらしいよね。おかしな人たちだ。食べないの冬にアイス？いや、私は年中食べるから別に冬に限ってってことはないかな。うん、おかしな人だ。なんで？あ、だだだだ、まだあと40秒。あらどうしよう、一応ボアモ置いとこうか。アモバー、トラモドクターバッグ置こう。いや、使い道ないでしょ。あ、ドクターバッグか。チクチクしたときはどうぞ。チクチクはあっても、アーマーが削れるほどはないんじゃない？あと20秒。うん。そうか、特殊が出ないからか。ちょっと無双すぎる。おいおいおい、入ってきとる。油断してたら入ってきて。ダボの物的証拠に関連付けられている、そこに行って調べてこい。はい。価格操作を見たら、価格操作なんだっけ、なんかそんなあったな。ああ、ここそうな。証拠保管室。ああ、はいはい。ピッキング。カードキー。カードキーないね。してないね。背中から撃たれております。じゃあドリルだ。うん。
なんかある？なんかある？いろいろある、ね、扉がある。カードキーが必要だ。顕微鏡とカードキーはない。え、この顕微鏡何？電子顕微鏡だね。電子顕微鏡ではないね。なんだろうね。見るところが2つあるの何なんだ。ほんとだ。2つを同時に見たいときってこと？そういうこと？見比べたいときっていうこと？ああ、あれか、指紋も見比べてるみたいな、そういうやつ。指紋って顕微鏡で？あー、止まってる。肉眼ではやっぱりちょっと見にくいでしょう。拡大する必要はあるんじゃない？もうスキャニングの時代だと思ってた。10年前よ10年前もスキャンあったでしょ。どうかしら。ギャンあったよ。どうだろう開いたうん。ホクストンの証拠品を探せ。え、どうやって見つけんの？また運だよ。あ、なるほどね。あ、なんか見つけたわ。見つけたね。いくつかあんのかな。1個わかんないけど、持って帰れって言うからん、探して解析しろ。あ、え、ここで解析すんの？そういうこと。え、これ何してんの。証拠確認。これ何？あ、それで合ってるかどうか見るんじゃない。あはFBI メインフレーム、何をやってんのこれは。一個ずつしか入れれないやでしょうね。うわん、これはあれか、 DNA 検査的な。そんな早く、なんか銃弾食らってるけど大丈夫この機械壊れたら精密機械じゃないのこれ壊れたらすぐにもうミッション終わるんですけど、うん、あ、でも自己修復したね。ノーマッチ、ダメだった。はい、虎の入れました。あ、なるほどね。合うまでやるのね、これを。 OK、 うん、じゃあ合うまでやるってすごい大変そうなんですけどこれ合うまでやる、う、頭がってなるいや、タイガさんだったら脅威の引きでマッチさせてくれるはず。どうだ。ノーマッチ、ノーマッチ。ちょっとまだあんのかな。結構ありましたよ。もう一個入れた。うん、ちゃんと順番待ちできてんですよ。早くやってくださいよ。何調べてんの。インストールシーケンススターテッド。 ありました、持ってきました。シーケンサー、あ、 DNA シーケンサーですね。どうだ。あ、マッチした。あったんじゃん。よし、DNA の持ち主が開示されなかったが、裏切り者の DNA サンプルは手に入れたから、何か使い道があるはずだ。さあ、北斗のとこに戻れ、うん、戻れ。燃やすか。非人道的撃つか燃やすかなんて。もうそれはでも家畜と一緒で、殺すにしても殺し方っていうものがあるでしょうジンノさんのアモのこと思い出してほしいこれは撃った上に燃やしてるじゃん。だってジンノさん、いや、もう贅沢なサービスですねあとどれぐらい、うん、あと80秒ぐらい。あとちょっと。意外と長いね。長いね。まあまあ、でもさすがにこれで4つ目だし、そろそろ終わるんじゃないか、うん、うん。なんか誰のものか分かんない証拠資料を私持ったままなんですけど。いらんなこれ。出られないんですよね。米倉さんの運が勝利したから。もしかしたら敗北者は消化を捨てられない。消化を捨てられない。追加の報酬があるかも。これで何使うのかなあと42秒。うまい。
早くしろ、ホクストン。パレットが全部やってくれるから。うん。それは暇防衛。あと15秒かな。あ、土器が必要だか。これ渡り廊下が向こう側にあって、あれ？うん。あ、そっち？サーバー入手。はい。わーい。帰ろう帰ろう。Okay. 帰ろう。急に静かになったの。ちょうどアサルトが終わったのでは。では今またアサルト始まった。おっちょっちょ。走れ走れ。サーバー持ってると走れない。何これ、でっかい金庫ある。金庫、開けろ開けろ。金庫用。金庫用キーカードが必要って、これどっかを開けると手に入る、そういう感じ。あー、キーカードを使って金庫用キーカードを、うーん、かしないかな。あ、まあ、ちょっともう我々も手持ちがないんで、キーフォートがあったら扉を爆破して開けることもできたでしょうが、うん、これどっから帰るの、下か、降りたら落ちるかな。下ドリルの仕様だね。おい、はやおさんいらっしゃいませなのだ。いらっしゃいませなのだ。はやおさんこんばんは。あー、やっちまった。お茶ありがとう。お茶もらった分は燃やしていくわ、じゃあお礼に。そのためにお茶を出したわけじゃないでしょう。ん、どっち、まだ先、まだ先。あ、これか、はい、こっちか、はいはい。しげさんがヒャッハー燃やして消毒だって。お物は消毒だか、ね、あー、正規末これ以上はいけない。うん、そこ、あ、ドリルが再起動。うわぁ、ラウドの方が簡単かもなぁ。気使わないからね、なんか難易度高いとラウドはしんどいと思う、うん、まあ確かにしんどいよ。サーバーが重い。おっとっと、あ、待って待って待って、よいしょ。お、脱出やで。はい。いやー。オッケー。21時過ぎに寝落ちして今起きたのだ。おはよう、おはようさん。なんでスプーンを使わないんだ。脱獄、脱獄の話ですね。ああ、たくさんの FBI を消毒した。火炎消毒。ただの殺人なんですよね。無こたらしい。パチパチ、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。うん。あ、2回目の還暦だ、トラ。うん、ああ、なんだかんだで戻ってきましたね。うん。赤いちゃんちゃんこの代わりに赤い火炎放射器を持っています。うーん、還暦を迎えさせるべきではなかったですね。あ、いやー、今日はもうガレット行けたからもうスーッと寝れそう。そうですね、あれがそう、もう鬼門だった。気持ちよく寝れるね。え、よかったね、ほんとすっきりした。これね、ブレイキングフェッツ、ようやくクリアすることができました。おめでたい。おめでとうございます。祝報をあげよ。これも。祝杯飲んでる人いますけど。うん、うん。コーラがうめえ。ビールがうめえ。イオジノさんも水飲んで。水。
もうちょっとうまいもの飲みたかったですね。まあ、まあじゃあちょっと終わってからなんか飲むことにしましょう。そうですね。いや今日もお疲れ様でございました。お疲れ様でした。ありがとうございます。はい、というわけでいくつかクリアしていきまして、うん、まあ、まだ残ってんですね、きっとね。うーん、そうですね、ホワイトハウスのやつとかまだ、ああ、あれもなんかよくわかんなかったね。うん、あれもややこしそうだったな、確かに。でもそう、じわじわやってまいりました。あと4つぐらいかな、でも。おお、だいぶ、うん、まあ、結構なんかやったことあるものがかぶってたりしたからな、うんうん、そうですね、うん、真央さんおつありおつおつありがとうございます。ありがとうございます。感謝でございます。ハムハムさんもお疲れ様、ありがとうございます。様様というわけでですね、ロアル建設次回はあれよ、火曜日、はい、サティスファクトリーですね。そうですね、うん、で28日がガガちゃんのお誕生日会なので、はい、我々は参加しますので、はい、うん、ぜひ遊びに来てくださいね。来週になるんですか、来週、28だから再来週かな、ですね、うん、はいはいはい、まだもうちょい先ですね。了解、うんうん、しっかり告知していかないと、うん、せっかくやるから見て、ね、告知ぐらいはね。そうそうそう、まあ、何をやるかは知らないけど、まあ、うん、ほら明日よ、7時ぐらいかファイナルファンタジー6やる、うん、ハマってるね。うん、ハマってますね。楽しいですよね。お二人は告知はありますか。にないかな。まあ私はいつも通りなんで、ツイッターの方でスケジュール見てやってください、うん、かしこまりました。しげさんもお疲れ様、ありがとうございます。ありがとうございます。というわけで本日もご視聴くださり、コメントくださりありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。高評価をポチしていただきまして、チャンネル登録まだの方いらっしゃいましたらしておいていただきますとお喜びでございます、うん、ツイッチのフォローもよろしくお願いします。お願いします。はい、というわけで皆様は良い週末をお過ごしくださいませ。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。